下敦史です。今日は暑かったですね、真夏日ですね、ゴールデンウィーク中に大掃除しまして、結構なゴミが出たんですけど、あのゴミの収集の方ってのはすごいですね、本当に尊敬します。うちの地域はですね、月曜日と木曜日が、燃えるゴミの日なんですね。で、火曜日に燃えないゴミなんですが、なかなかね、何が燃えるで何が燃えないなのか判断が難しかったりするんですよね。で、まあ、家にスタジオにガレージがあるんですけど、そこで一生懸命分別するんですけど、なかなかね判断が難しいんですよ。結構ねガレージにゴミが溜まってしまったので、一生懸命徐々に片付けてるんですが、なかなかね進まないんですよ。でもね、やっぱりご近所に迷惑にもなりますし、早くね片付けてしまって、すっきりとね玄関周りなんかを片付けたいと思っております。今3時なんですが、夜中に目が覚めてしまいました。そんなわけで、明日燃えるゴミがちゃんと収集されるといいなと思っております。それでは竹下敦史でした。